ビエイラ選手の代わりとかでも十分使っていけますね。大ピンチプラス対強打者というね、最強特殊能力を持っているピッチャーが。皆さんどうもこんにちは、ザッキーです。本日はテクニカルハイ理想投手陣紹介やっていきたいと思います。11月24日から開催となるテクニカルハイ、この大会ではスピリッツが一律ということで、昔強かったけれどもスピリッツを上げ切れていない選手なども戦力として使っていきます。そんなわけで今回2018年シリーズ2以降の投手に絞り、僕が考える理想オーダー2ロテ分組んできましたので、それをご紹介していきます。ちょっと紹介する選手が多いのでテンポよくご紹介していきたいと思います。ピッチャーに関する動画、配球動画をメインで上げているチャンネルです。参考になっている方、最後にぜひ高評価チャンネル登録お願いいたします。それではやっていきましょう。どうぞ。まず1ローテ目、先発陣からご紹介していきます。先発1人目、2020シリーズ1セレクションダルビッシュ選手でございます。このダルビッシュ選手はツーシームスプリットといったリアタイ王道の球種に加え、変化量6のスラーブ、さらにはナックルカーブのような小さな高速カーブなど横系での攻めも多彩な選手でございます。2021シリーズ2の中継ぎができるダルビッシュ選手もいると思うんですけれども、このダルビッシュ選手は中継ぎで使いたい選手なんですよね。中継ぎはワンポイントとかも含めると、他の日の目が当たらない選手でも買いが利くのを考えると、今の現環境においてはこちらのダルビッシュ選手を先発で使いたいところでございます。先発2人目、タイムスリップ宇都宮選手でございます。今年のシリーズ1で久しぶりに登場した選手ですが、この選手を挙げる一番の理由はやはり変化量後のスクリューに加え、超大ピンチコントロールという最強の特殊能力の組み合わせを持っている点でございます。他の球種に関しても変化量がそれなりにあり、スクリューだけに頼らない配球もできるという点からおすすめの選手でございます。先発3人目、アニバ山本由伸選手でございます。巷では過去最強の山本由伸選手との噂もありますが、僕自身もまさにその通りだと思います。やはり今までだったらツーシームスプリットや高速スライダーを軸としてしか攻めることができなかったと思います。しかし前のシリーズからフォークが追加され、下方向2種での攻めもできるようになった点、さらにはツーシームが E から D に上がった点を踏まえると、ダルビッシュ選手同様に中継ぎができる山本由伸選手というのもいますが、そっちよりもね、この山本由伸選手を先発で使いたいなというところでございます。シリーズ1ではありますが、配球動画ねこちらで上げたばっかりなので、こちらもぜひ見ていただければなと思います。先発4人目、最新シリーズ千賀選手でございます。千賀選手に関してもこちらで動画を上げているんですが、今シリーズからスラーブとスプリームの変化量が1段階ずつ上がっているんですよね。ツーシーム C の千賀選手が強いのではという声もありますが、猛者の方はね、どんなに速かろうがツーシームはある程度捉えてきます。その点踏まえると、先ほど挙げたスプリームなどツーシーム以外の攻めもできますので、今回先発4人目として挙げております。もう少しね詳しく強い理由が知りたいよという方は、こちらの動画をぜひ見てみてください。先発5人目、最新シリーズ青柳選手でございます。このシリーズからストレートもシュート方向に動くようになり、曲がり幅の違いでツーシームとの出し入れができるようになりました。それに加え、シリーズ1では打たれ強さではあった第3特殊能力がコントロールに変わったことで、そのストレートとツーシームの出し入れがよりしやすいという点、さらには高速シンカーというリアタイにおいて強い斜め方向の球種があるという点を踏まえると、先発の一角を担える選手だと思います。続いて1ローテ目、中継ぎのご紹介です。中継ぎ1人目、2022シリーズ1ビエイラ選手でございます。先ほどツーシーム C の千賀選手の話をした時に、モサはツーシームはどんなに速くても捉えてくるという話をしましたが、速ければ速いほどツーシームを張っているんですよね。なのでビエイラ選手のスプリット、さらにはこの縦スラがより強くなってくる、かつこの2つの球種に意識がいってしまうとツーシームが強くなるという連鎖に陥るので、やはり外せない選手になってくると思います。中継ぎ2人目、2018シリーズ2山岡選手でございます。この山岡選手は縦スラとドロカを主体に攻めるピッチャーで、超大ピンチがある山岡選手なんですよね。それでいて中継ぎ適性もあるというね、過去最強の山岡選手になってきます。これに関しては言うことなし。中継ぎ3人目、アニバ宮西選手でございます。祝宴で話題になった今年のアニバ、その恩恵を一番に受けたのがこの選手ではないでしょうか。テクニカルハイはスピリッツが一律になってくるので、こういったね特能が強い選手っていうのが優遇されてきます。そういった意味でもね、今回の大会においても最強格になってくると思います。こちらの動画でね配球ご紹介しておりますので、こちらもぜひ見てみてください。中継ぎ4人目、2022シリーズ1高梨選手でございます。こちらも言うまでもないピッチャーですよね。ワンローテ目は結構ね最新に近い選手も多いんですけれども、
この後ね、抑え1枚ご紹介して通路手目移るんですが、そちらでは意外なあの選手も入ってくるので、ぜひ最後までご覧ください。ではワンロー手目最後抑え藤川球児選手でございます。藤川選手ね、持ってる方多いと思うんですが、一つね、配球で意識することをお話しすると、火の玉ストレートやっぱり張ってる方が多いので、ツーシームであったりスプリットっていうところを多めに使った方が藤川球児選手に関しては抑えられるかなということでございます。それでは2ローテ目移っていきます。先発1人目タイムスリップ金子千尋選手でございます。非常にね、多彩な球種を持っているピッチャーで、スプリット2種での攻めが軸になってくるピッチャーでございます。このスプリット以外にも超高速シンカーやスラーブ、チェンジオフペースといった球種も十分使っていけることから、長いイニングを投げる先発陣の一角を担えると判断し、今回ご紹介いたしました。先発2人目2021シリーズ2田中将大選手でございます。この田中将大選手はツーシームが C のものですね。特殊能力でコントロールがあるピッチャーはやっぱりツーシームが大きい方をスプリットの落ち幅よりも優先させるべきかなと思いますので、僕は最新シリーズの田中将大選手よりこっちを先発に入れるべきかなと思って今回ご紹介しております。先発3人目最新シリーズメルセデス選手でございます。ツーシームとマッスラのようなストレートの投げ分けができるピッチャーですが、先ほどねご紹介した大垣選手と比較すると斜め系のボールを使うのが難しいということで、今回は2ローテ目に入れております。それでもスライダーとストレートツーシームだけで十分使っていけるピッチャーでございますので、持ってる方はね1ローテ目の選手に加えて入れるべき選手の一人かなと思います。先発4人目2021シリーズ2石川エイム選手でございます。このシリーズまで石川選手スライダーがあるんですよね。スライダーがあるとやはりね、特殊能力によってコントロール、そしてタイピンチがありますので、右バッターインロー強気合いのスライダーなどでカウントを稼いでいくことができますので、そういった配球の幅があるこのシリーズはまだまだ使っていける選手の一人だと思います。そして先発最後5人目オリックス山岡選手でございます。さっき紹介したよねってね思った方多いと思うんですけれども、超大ピンチの山岡選手は持ってないけど、ドロップカーブの山岡選手なら持ってるって方多いと思うんですよ。そういう人の場合はぜひ縦スラとドロカの山岡選手、こちら先発で使うのがいいと思います。こちらの動画で山岡選手について触れてるので、ぜひともねこちら見ていただければ、次回ねご紹介する形になったとしても山岡選手をおすすめする理由がわかるかなと思います。それでは2ローテ目中継ぎ移っていきます。まず1人目2021シリーズ1ギャレット選手でございます。前年度からファイナルミキサーという制度に変わったことでシルエット化になってない選手なんですよね。このシリーズのみツーシームが C と一番大きいという点、さらにはビエイラ選手まではいかなくとも球速が速く特能で超豪速球を持っているという点、さらには大きなナックルカーブでも攻められるという点を踏まえると、中継ぎとしてワンローテ目に入れてもいいくらいの選手になってきます。ビエイラ選手の代わりとかでも十分使っていけますね。中継ぎ2人目2019年シリーズ2権藤選手でございます。これなかなかね意外な選手ではないでしょうか。球種としてはこんな感じなんですが、これに加えて特殊能力の方が超大ピンチコントロールキレと最強格の特殊能力を持っている隠れ強投手なんですよね。超大ピンチでシンカーの変化量が5になる、かつそれをねコントロールの特殊能力で強気の出し入れができることを考えると、こちらもワンローテ目に入れてもいいくらいの選手になっています。中継ぎ3人目2018シリーズ2三上選手でございます。球種としてはこんな感じなんですが、第2球種でムービング D を持っているんですね。そしてそれに加えてこちらはね超大ピンチプラス対強打者というね、山本由伸選手で有名な最強特殊能力を持っているピッチャーなんですね。超大ピンチ G 横でも縦でも攻められる点、さらにはこの特殊能力で相手の能力を削りムービングで簡単に打ち損じを狙うことができる点を考えると、こちらもワンローテ目に入れてもいい選手になっています。中継ぎは皆さん結構使ったりして大会では入れ替わり激しくなると思いますので、ぜひとも持ってる方は使ってみてください。中継ぎ最後4人目2020シリーズ1松永選手でございます。一時代を築いたピッチャーといってもいい選手なんですが、球種としてはこんな感じでございます。このシリーズのみカットボールを持っているプラス特殊能力も超大ピンチというね組み合わせのシリーズになりますので、こちらのシリーズ持っている方はテクニカルハイで今一度マウンドの土を踏ませてみるのもいいのではないかと思います。そしてラスト抑え2020年シリーズ2山田久志選手でございます。高速シンカー変化量7が有名ですよね。球種としては少ないんですが、斜め系のボールは3段階の変化をつけられますので、変化量がカンストしているだけでめちゃくちゃ強いピッチャーになってきます。キワキワだけでなく甘めの高速進化を使っていくとより強さを発揮するのではないかと思います。